ポイントはたくさん串に刺す、これだけです。6本ぐらいで勘弁しましょうか。はい、はい、それでは差し上がりました。いいですね。170度の温度で揚げていきます。というぐらいの完成です。最高。マイクです。アウンの松本です。いつもありがとうございます。はい、今日は愛がこもりますね。愛がこもるんですよ。今日はね、だ結構手がねかかるんですけど、その愛情を込めた分ね、めちゃめちゃうまい。今が旬の素材でいきたいと思います。今日はアサリフライでございます。アサリフライの愛の込め方というかですね、アサリフライの作り方をお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、それでは愛情を込めたアサリフライいきましょう。まずこのむき身でいきます。すごいですよね、これ一粒一粒、これアサリ剥いてるとこがいいですよね。ここでこの時点でもうすごい愛情を込めてます。本当ありがとうございます。きっと私が想像するにおばあちゃんが一個ずつ剥いてくれてると思ってます。はい、でこれをですね、もう串刺していくんですけど、この一つ揚げても美味しくないので、これポイントはたくさん串に刺す、これだけです。はい、口に水管があるので、水管を通して柱を通して身を通すという作業をただひたすら繰り返すと。はい、水管通して柱を通してこういう感じです。こういう風にしてただひたすら詰め込んでいくということですね。はい、この先までですね、はい、串打っていきますんで、はい、行きましょう。早送りスタートです。はい、じゃあ刺しました。まあ、ちょっとね、今日は早く食べたいんで6本ぐらいで勘弁しましょうか。はい、それではパン粉をつけていきましょう。もうこれはもうシンプルですね。で軽く塩コショウ当てていきます。ほんと軽くでいいですね。はい、そしたら小麦粉を打って、しっかりつけないとこれ剥がれちゃいますね。このぐらいしっかり小麦粉を打って、卵、いや好きなんでね、楽しみでしょうがない。はい、卵を入れてパン粉ですね。次キュッキュッキュッと一押し、はい、楽しみですね。はい、はい、それでは差し上がりました。これそうです、何本あげるか迷うところですよね。今日ね、予約入ってるんで、もう本当に4本ぐらい食べたいんですけど、1本だけちょっと試食したいと思います。はい、それでは愛情たっぷりのアサリフライ揚げていきたいと思います。いいですね。170度の温度で揚げていきます。1分半ぐらい経ったらひっくり返して1分ぐらいでいいと思います。まあ、あくまでも目安でございます。ひっくり返していきます。アサリの音は結構跳ねますけどね、まあ、アサリのやっぱりジューシーさがもうほとばしってますよね。油の中で衣でしっかり閉じ込めたんですけど、だからこれ本当に美味しいんで、ね、数があんまりこうできないのはね、ちょっと難しいところなんですけど、はい、それでは揚げていきます。はい、あとね、一口で大きくいきたいので串を抜いていきましょう。はい、あとは器に盛って出来上がりです。それではアサリフライの完成です。このままだと何が何だか全然わかんないですね。はい、それでは、ね、大好物のアサリフライいただきたいと思います。いただきます。もう一口目はですね、もう何もつけずこのままですね。もうね、アサリのジューシーさがすごいんだよ。いただきまーす。うん、いや最高、めっちゃめちゃうまい。もう一粒一粒のうまみがもう衣の中に詰まってるんですよ。もう今一気に5、6個分ガッていきますよね。もうこれいらないかな、ソース。まあでもソースかけて食べる前にあいつをいきたいと思います。いやもうね、まだねアサリの香りが残ってますよ。幸せ。
はい、それではこれ山下のシャーレに幸せ度アップです。仕事中の皆さんすいません、お酒です。乾杯。いやーね、めちゃめちゃ相性がいい、幸せすぎる。次はソースバージョンいきましょう。ビールあるところからもうそのちょっとでいいと思うんですよね。こんな感じでいただきたいと思います。そう、なんかちょっとつけるつけないだけでもね、何度でも楽しいですよね。期待嬉しいな。中身はですね、こんな感じです。ちょっと顔覗いてますけどね、一匹が。はい、これ一気にいきたいと思います。うん、まっ、贅沢ですよね、この旨味。このこんだけのですね、フライに、まあ、アサリがね、10個から15個くらい入ってますからね。いやー、うまい。ぜひちょっと愛のこもったアサリフライ、ご自宅じゃなくて私たちは多分今日用意していると思いますんで、ぜひ食べに来てください。食べに来れる方は。ということで、また明日もですね、愛のこもった料理を皆さんにお届けしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、今日も素敵な一日を。ありがとうございました。